筋道の後ろに大きいレッドブルがよくあるやん、いろんなところに。いやいや、よくあるけど、なんで今日はレッドブルなんですか？今日はなんかそのレッドブルさんが、うん、でなんか一緒にやりましょうよって感じかな。うん、で何やるんですか？イベントですけどね、ボックスカートレース、はい、割と毎年やってる。僕も去年生配信とか見てましたけど、それに今回は出させていただいてます。はい、なんかカートを作っていただいて、それに乗ってね。そうですね、花の、そう、としみつの花屋号っていう、俺で行っちゃったやつが本当にできちゃったちょっと恥ずいやつはいはいはい、まあどんなカートなのかは今から見れるとして、うん、でこのとしみつ、うん、としみつは新しい花屋号なんで、としみつはゴールになきゃいけないじゃないですか。そうなんだよ、なんかもうそこがねおかしな話ですけど、俺レースできないんだっていう。あれ誰がさ作ったやつだっけ？いや俺が、うん、提案したやつだっけ？確か、あ、そうだっけ、自分で書いて、初めて私花屋号とか確か言った気がするんだよな俺。じゃあもう夢が叶ったってことですね。いや、そうです、うん、なんでじゃあとしみつさんはですねスタンバイが一人だけ違うらしいので。そう、あの後ろだけ出口で、ね、待ってんのよ、うん、あんなに盛り上がってるスタート位置、うん、あそこにいたいじゃん最初は。いや、痛いよ普通に。孤独で多分ゴールで、あのゴリケンさんたちはいはいはい、だからね、ゴールレポーターの方々ね、はい、嬉しいですけど。はい、じゃあとりあえずとしみつさんには先に行ってらっしゃいを言っておきますんで。どうしようかな。いや本当に新しい花届けるからね、うん、でも楽しみにしてますね。古い花もずっとポケットに寝てるんで。うん、古い花、何ですか古い花ってあ、ちゃんと鼓動があるんだ。あるよ。まあちゃんと僕たちがゴールに行って、花をとしみつにバーンってこう届け終わったら、うん、何かしらなんていうの、下りがある必要だと思うので、う、ね、もしもね、もしもゴールしてとしみつに花が届いちゃった場合はちょっとなんか任せますと。あ、俺が全部おちまりつけるの？え、何その責任いやいや、多分ね、鼻がでかいので、鼻のカートがね、いかに面白くね、クラッシュするかっていうところを狙っている最後俺とクラッシュすればいいと思うんだよね。ああ、それでもいいね。バーッーって言って鼻と一体化するみたいな、うん、オチ、まあ、俺チラだけになるけど、うん、ちょっとだって俺のね、そのね、みんなこうやって向けてくれてるし今、うん、俺の心の3人はね、おかしな格好してるんだよな。嘘でしょ、どういうこと？いや、俺こうやってるでしょ、うん、はーい、あ、そうなんそうなんだ。なんで？なんで？おかしいじゃん。なんかヒゲの人と動物の人とデビルいるし。だよ。ノハラもいるし。俺は私服ね。俺だけじゃん。ああ、そうだ。俺とってただけだな。まともと言えるのがこれだぞ。まともな方だぞ。おかしいな。たまにユーチューバーにとっては制服みたいなもんでしょこれ。こんな楽屋あるんですもんね。ああ、トシミツもトシミツね。ああ、そうか。俺も鼻を失わなきゃいけないんだ。まあそのスタート地点であれなんですよね。その寸劇みたいなのが行ってね、トシミツの鼻がですね、悪者にそがれてしまったという体をやるの。そがれるってなんだ。そのための服装です。はい、すごいポップな設定かと思いきやエグいんだよ。エグいんだよね。そがれる。俺が年金で腐食させてやったわ。なんだそれ。笑うのかよ。笑わない。多分それ受けないとよく分かんなくて。年金で腐食。全然ポップじゃないな。でもな、一応その東海オンエアのファンの人が結構いっぱい来てくれてて、割とフォームらしいので、うん、まあ好き勝手やっても笑ってるんじゃないか。またやってるわあいつらみたいな。一番心強いのはトミーたちがね、ちゃんとマイクを確かに控えてくれるから。もしも末ローモンなら助けてくれると。我々はどんだけ寒い腰までしても大丈夫なんだけどそういうこと。いや、どんだけ滑ろうが一番怖いのはね、レースなの。いや、レースだよマジで結局怖い。だってみんなさ、自分で作ってるわけじゃん、うん、で、運転してさ、具合を確かめてるけど、俺らもう本番ぶっつけでいきなり渡されて、しかもなんかやたらでかいし、やたら重いしみたいな、うん、本当に怖いマジ。レースがしくったら結構もうあれだからね、変な空気になるから。言うても我々はスペシャルゲスト参加枠なので、なんだろうね、そのガチ勢にはね、勝てるかって言われたら難しいところあるので、うん、いかに盛り上げるとか対応するかね。盛り下がることだけはできないです。そう、楽しませることだけに呼ばれてますからね、うん、私たちは。水たまりがさ、縦に2人乗ってその細いやつでミスってたじゃん、うんうん、で俺らこう横に乗って真ん中に鼻があるからさ、鼻筋がねやばいその状態で運転でってなるとね、ボディ結構でかい N700系みたいなボディしてるじゃん。そうヒアルロン酸入ってるからね、あれ。そう、あるからさ、ゴリエル可能性はあるけど、うん、ゴリエルゴリエル哲也の運転席からちょっと見えなそうだもんね。お、右側で、ね、本当に左ハンドルで頑張ってるっていうのだけが唯一の救い。うん、車幅わかんねえんだよな。先端も長いしね。哲也一番運転うまいと自負してるから、うん、
マジ変な空気でゴールするのやめてね、ほんと俺が死ぬから全ては、としみつに全部任せればいいわ。どうですか、もしも途中でバーンってなっちゃった場合、一応としみつさんどうですかって振られる可能性あるから、そしたら大変だね。そいつはなんて言うかな、なんだろう、鼻届かなかったわけだからね、鼻が濡れてしか出ないよみたいなことやらなきゃいけないか。まあとりあえず、まあ、この本番は亀ちゃんとかに撮ってもらうと思うので、はい、まあこんな感じになりました。はい、とにかく頑張ろう、頑張ろう、絶対面白くゴールするぞ。おー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 この二人が一番緊張すべきなんだろうけど、僕たちも緊張してる。そう、このね、なんか答えを探してる、そんな探り感が最初の寸劇、マジで滑るんだろうなっていう怖さがある。見た目も結構、なんかそれだけで許されるぐらい嫌なさ。悪くない、結構いい。まあ、こっちですかね。この感じ、マジレース前のレーザー。レース前の緊張がありますね。何のビビリ、何のビビリ。いや、まあ、その、練習してきたらいいんだけど、ぶっつけ本番で、最後までこけずにね、こけるなら最後まで行かなきゃいけないっていう。最後にこけるのは別にいいんだけど、こけた上で怪我も怖いし。そう、あ、そうだね、それは普通に怖い。ない、結構しょうがないね、止まりだけはよろしいね。怪我しないように、こけれるかどうかのビビリと、そしてこけた後のビビリ、うん、頑張ってくれ、頑張ってくれ。結局一番のキーは徹夜だ。つまんないよね、すっげーっていう感じ。ノーブレーキのライフ。ノーブレーキのライフ。いや、それブレーキの違い人だよ。ノーノーブレーキのライフ。行きましょう、よし、よし。ああ、この友達のとおしみつくんの鼻がバイキンをつかさどるダンクキャラに取られてしまったよ。どうすればいいんだよ。はいはいはい、ハヒフヘホーということでね、やってますけども、バイキンマンですよ、バイキンマン、僕バイキンマンですよ。あっちにいるね、あっちにいるトシミツくんの鼻を俺の年金で溶かしてやったわ。どうなんだトシミツ。かわいそうだよ。ハヒフヘホーって言われた。トシミツくんの鼻が、誰か俺の新しい鼻持ってきてくれよ。誰か何とかしてくれ。待てそんなこともあろうかと、新しい花を作ってきた。なにお前は、まさかジャム、ジャム王だ。ジャム王か、おじさんじゃないのか。ああ、おじさんじゃないぞ。でも国王がもう、これを鮎の塩釜焼きみたいになってるじゃん。塩釜焼きみたいになってるな、これ祝いの時に出るけどもって言うてますけどもね。はい、新しい花を運んでくれるか、二人とも。やれるもんなやってみろ。そしたらチーズ、行くぞ。あ、チーズだったんだ。ここになんか機能があるらしいな。ああ、新機能があるな。開けてもいいか。おー、開けてくれ。ああ。トシミツの鼻毛だ。でもトシミツだからこれくらいの最高はしょうがないな。よし、行ってくれ。ああ。行くぜトシミツ。いかがですか、東海のチームにコメントお願いします。ちょっと、尺が長めな感じがして、丼使いましたね。え、2点で、あ、再現していただきました。2点です。2点いらないですって。いや、頑張ってほしいですね。はい、完走してほしいですね。そうですね、皆さんでめちゃくちゃ応援しましょう。はい、ありがとうございます。トミーさん、カントさん、ありがとうございます。さあ、東海オンチーム準備をお願いします。さあ、スタートしてるので、していきますね。確か一緒に出た YouTuber のやつはなんか途中で変な風に終わりましたからね。言うな、言うな、言うな。さあ、徐々に進んでいきます。そんなに悪い目いいからね。よーい、スタート。順調、サメアル。
新しい花よ、ありがとう、やったー、よかったな、止まれって言われてたとこ止まってない、腰痛え、マジで、あれ、いや、途中まで相当いいぞ、強かったけどね、何キロぐらいでしたか、結構出てましたよね、出てました、出てました、ここでちょっとね、ここでちょっと、ここで引っかからなかったら、ものすごい記録が出た可能性、そうなんですよ、ちょっと鼻の、はい、長さ、でかすぎるんですよ、鼻が高いね、やっぱ彼が、なるほど、そうか、そうか、でももうね、もうつけられるわけですもんね、鼻がね、無事に無事にこれで家に帰れますでも見事完走ということでございます、はい、ということでおめでとうございます、東海オンエアの皆さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、東海オンエアの皆様にもう一度大きな拍手をお願いします。見事完走しました、皆様の声援のおかげです、ありがとうございます。なんと無事に花が戻りました、おー、よかった戻った、あれが届きました、どうですか、いや俺らめちゃくちゃ楽しかった、あ、良かったよね、ノーブレーキで、シーソーで良かった、こちらのテントで、いや、早かったか、あ、俺これ逆ね、あ、これ止まんなかったら来てなんじゃねって言うからね、マジ感想ね、感想で、ね、これでかい、タイヤ曲がってたから、もう最後、最後そう、社会になって最後ちょっとなんかクラッシュしようっていう気持ちを感じる感じで、ね、あれもし気にせずにパーンしたらさ、ビンゴじゃないじゃん、ちゃんとこれ違う、新しい花屋号が普通にめちゃめちゃいい車なんだよ、そうめちゃめちゃ最高なんだ、すごい性能めっちゃいい、最初のカーブ曲がった瞬間にあ、いけた、あの途中のくねくねも全部余裕だったから、そうなんだ、よかったよかった、無事にね、ありがとうございました、すごい、じゃあこの動画の走りまで走り合ったすごいの、めっちゃ緊張してた、ガチガチだったから、安心、頑張った、楽しかったです、ありがとうございました。